スタイリスト登場、レンコでプーというわけで始まりました。レンリンキッチン、ポン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 というわけで、今日もね、お料理していきたいと思ってるんですけど、今日もね、鶏肉あるかな。鶏肉を適当にポン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 、カン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 、コココココッつって料理していきたいなと思います。というわけで、まずは手洗い、ひゅいご、パシャパシャ。なんかこの間うちのママからなんか連絡が来て、 YouTube 見たっぽくて、手洗ってる時水止めなさいってメッセージが来たから、ちょっと止めるね。すっごい見てんだけど、あの子もう実際超嬉しい、ありがとうね、見てくれて。やっぱりね、手洗いって大事なんだけど、丁寧に洗うことも大事なんだけど、やっぱり丁寧に洗うことより頻度の方が大事みたい。アベマプライムで言ってた。うん、これがちどれぐらいいくかだよね。半分か、どう思う？これを一口大に切ってこう。これでお決まりのあれ言っとくか。てん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 、塩コショウすんじゃん、まず。てん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 、をぶうかけて、ぶうかけて、すんごい硬い片栗粉、すんごい硬いの大好きなの、リンコは。これをすることによって、すんごいとろっとしたパサッとしたね、食感がとろっとした。あ、硬い片栗粉、硬いわ、すっごい。これをちょっとステイさせておくね。色味ね、ピーマン、あーピーって、おナス、あーなんかくっついてるし、あーいやらしい、見てほら、あーいやらしい形。玉ねぎ、玉ねぎは半分でいいかな。カフルミニトマト、うん、食べ合わせ悪そうって思うかもしれないけど、結構ね、入れてみたらね、あれあれみたいな、みんなすごい、あれあれ、え、新学期からいい感じじゃん、どうした俺らの、なんかこの絆感半端なくねみたいな感じになるのかな。実はもうちょっと何でもかんでもちょっとね、入れてってみた方がいいと思う、みんなもね。こうしたら、なんかその、なんかその新しい新境地みたいな開けてくる感じだから、うん、だから迷ったらぶち込めってこと、うん、と一緒。やだ、何言ってんのリンコ、困ったー。結局切ってるみたいな感じ、ガラって感じでいいから、よし。エッグプレインちゃん、おはよう、こんにちは、頭切らしてもらうよ。エッグプレインちゃんはどうやって切っちゃおうかな。半分こで、あー切れた、切れちゃったみたいな、こういう感じでゴロッとゴロッといきたいよね、今回は。ここだろ、ゴロッといきたいわけよ、こういう感じ、わかるかな、これぐらいいきたいの、これでいいか、もう本当にこれでいい。これは行き過ぎたかもしれないけど、こんなぐらい、うん、マジでこれでいいわ。こう切った時のブチュッて潰れる感じがいいの、トマトさんは。黄色出てきた。これでさ、みんなこれいい感じの色合いじゃん、紫、白、赤みたいな。料理はもうほんと色でやってほしい。 OK、 全部の野菜を切れました。
レンジにぶち込んでチンってしてみます。その間にちょっとおソースっぽいものを作ってみようかなと思ってます。これがソースになるからね。で、これ重要、ごま油。ズンマイス、ズンマイスね。ごめん。うわ、すっぺん乳してんな。醤油。味ぽん。酸っぱくなるか。あ、開いてなかった。やだ、恥ずかしい。味ぽん。いい感じだ。若干の酸味と若干だよ、マジで。ほんとちょっといい。あ、結構入っちゃった。ちょっと味見するの、やばい。うますぎ。なにこれ、やば。ついにゲットしました、アマニ油、アマニ油。これがね、マジでヘルシーすぎる。スープでそのまま飲んだり、ジュースやスープ、サラダ、カルパッチョにかけてほしい。そのまま飲むやついる、これ。ちょっと飲んでみようかな。わからん。うん、意味わからん、これ飲むやつの気持ち。チンしたカリカリ鶏をここで焼いていきます。玉ねぎさん入れます。たま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 から入れよう。ほらめっちゃエンチャン。おい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 、このサイズもうゴロッとゴロッと入れちゃいましょう。やばい、うまそう。テンションが上がりすぎて引いてる、逆に。すっごい野菜感じれそう。やだー、もう食べたい。どうしよう、もう食べたいんだけど。生だ。かけます。うわ、すごいね。どうよ、すっごいね、これ。オッケー、止めるか。盛れないときはネギかける。はい、というわけで完成しました。鶏肉の夏野菜炒めだぶん。じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきリンコーン。さて、これどんなお味かしらね。絶対うまいはずなんだよ。すごい野菜、野菜すんごい感じる。すんごい野菜、うまっ。味付けもちょうどいい。野菜食べてますって感じする。うん、うん、あっちちちちちちあっち、うん、安定のスープ、スープは一番うまい。トマトの酸味がすごい、酸味がちみたいなとこある。うん、トマトを入れたことによって、なんか日本人学校に一
タリア人の留学生来ましたみたいな感じ。何言ってるかよくわかんないけど、食べたらわかると思う。これ全部食べたら食べ過ぎかな。スープ飲んで考えよう。なんかこのスープで痩せたって言っても過言じゃないよね。もう鶏肉ばっか最近料理してるから、鶏肉のレシピあったみんな教えてくんない？肉すぐ作っちゃうから。うまい。というわけで今日は鶏肉の夏野菜炒め作ってみました。なかなか美味しかったから皆さんもお家でできたらやってみてくださいね。リンゴキャラ固まってきたぞ、なかなかいい感じだぞと思った人はいいねボタン押してください。というわけでチャンネル登録しくよりのお後がヒューイポンポンポンポコポンポンポン。リンコでした。どうもまたね。リンコね、もずくが大好きなんだけど、もずくってこういうあんじゃん、買ってきたのね。これを普通の人って多分小鉢かなんかによそってチュルチュルチュルって食べると思うんだけど、リンコはこのちょっとここを開けて吸って